大体半年ぐらいで辞めたというような形ですね。何が起きたの？ここで。ちょっと半分トラウマになってるような、いろんな担任の先生方がいる前で、言ったら公開処刑みたいな感じで、なんか精神に来たなというような。初任者に優しくしないと、教育崩壊しちゃうと。今日は別にママためコーチング塾生ではないんですけど、友達の紹介でうちにやってきて、そのまま対談することになった、そうやくんです。よろしくお願いします。はい、はじめまして。そうやと申します。よろしくお願いします。お願いします。まず、おいくつだっけ？今、24歳ですね。若い。元教員なんだね。そうです、そうです。しかも、俺と同じ愛知県の豊田市の教員だったと。そうです。どれぐらいの期間やってたの？教員自体は2年間なんですけど、うん、その2年目の4月に。トヨタにいた感じなんですね。もともとどこでやったの ?1 年間は。私の1年は、地元の三重県。あ、見えるのね。はい、うんうん。2年目からトヨタに来て、うん、大体半年ぐらいで辞めたというような形ですね。いいですね。見切りが早い、ね。え、その1年目は実際は正規だったの ?1 年目も。あ、1年目は講師でした。あ、あれ、常勤？常勤の専科の形で。専科？はい、専科で理科の専科をしてました。じゃあ、担任ではなかった？そうです。正規教員として愛知県豊田市に、まあ、配属になって、はい、そこで担任やってたと。そこでは担任してました。で、半年でギブアップという。ギブアップしましたね。お疲れ様です。ありがとうございます。で、今日はとりあえず、どうして狭先生になろうと思ったかっていう話から、うんうん、もう先生辞めて何してんのっていう話。はい。で、今後どうしていきたいのみたいな、その3本立ていこうかなと思います。いいですか？はい、わかりました。よろしくお願いします。まず、なんで先生になろうと思ったの？はい。本当に一番最初になろうと思ったのは、うん、中学校の頃なんですけど、うん、中学卒業間近の時に、うん、僕は中学校生活がすごく楽しくてですね、うんうん、で、卒業するってなった時に、うわ、卒業したくないな、どうしようと思ったんですよね。うん、で、将来先生になれば、また戻ってこれるんじゃねっていうふうに思ったのが、最初の先生になろうと思ったきっかけでしたね。で、まあそこから、まあ高校を進学して、なんとなく教師を目指していって、うん、大学進学してっていうふうな形で。えらい、戻ってきたけどすぐ去ってたんだね。そうですね。思ってたのと違うな、みたいな。違うな、っていうね。で、中学校は楽しかったんだけど、小学校の先生になったんだよね。そうです、そうです。なんでなんで？教育実習。行った時に、うん、中学校より小学校の方がちょっと楽しいかなと思ったんですよね、はい、きっかけは中学校だったんですけど、うん、実際仕事として子供と関わるなら小学校の方がいいかなというような。実際にその常勤だった1年間はどうだった？常勤の時は結構楽しんでましたね、うん、はい、常勤の講師ということもあって結構好きなように授業させてもらってたので、うん、はい、その部分もあって結構楽しんでましたね。夏に教員採用試験合格してって感じで、そうです、はい、結構順風満帆感あるよね、それね。確かにそうですね。あるよね。なぜ愛知県だったの？先生受けたのか。大学4年の時に三重県受けたんですけど、うんうん、それで三重県落ちちゃったんですよ。うん、いや、三重県見る目ねえなと思って、その時。いいね、その感じ。大学は愛知だったんで。あ、そうね。はい。どこ？中部大学出てるところなんですけど、はい。何が起きたの？ここで。本当にいろいろあったんですけど、うんうんうん、正規になって担任持ってからのその、労働環境にちょっと、かなりヘキヘキしていた部分はあるかなと。これ労働環境というと具体的に言うと、例えば労働時間もちろん残業もすごい月80とか100時間とかしてましたし、うんうん、その管理職とかの方々に今ちょっと、うん、ちょっとそこの人間関係もうまくいってなかった部分もありまして。あらら、そうなんだ。これどうせ知り合いなんだろうな。ちなみに管理職とちょっとうまくいかなかったってところ、もし言える範囲でいいので、ちょっと半分トラウマになってるようなことがありまして、まあ、校長室に僕含めて他の担任の先生方、学校中の集まりました、ね、その何の会議かなと思って行ったんですけど、どうやら僕のクラスの、まあ、ある一人の生徒が僕のことをすごく怖いって思ってるらしいみたいな、そういう会議がありまして、はい、それでひたすらそのいろんな担任の先生方がいる前で僕をいろいろ問い詰めるみたいな、まあそういう会議がありまして、うん、その時点でちょっと僕はぐさぐさ刺さってたんですけど、はい、まあもちろん僕も、あそこの場面はこうこうこういう理由でこういうふうな指導しましたとか、うん、まあまあね、はい、まあもちろんそういうふうな説明して、まあその、なんていうんですかね、その、歯切れが悪い。
ちょっと、ね、トラウマついてるね。まあ、詰められたってことだよ。あ、詰められました。はい。で、まあ、最初はその、一人のこの話だったんですけど、はい、最終的には、なんか、宗谷先生の授業がつまらんぞって言ってる生徒がちらほらいるらしいぞみたいな話になってるんで、はいはい、その会議で。うんうん、で、かの担任の先生の方の前で、言ったら公開処刑みたいな感じで、まあ、ご指導いただくみたいな、はいはいはい。話がありまして、なんか、青春に来たなというような、上の方とうまくいってなかった部分。まあまあなんかいろんな場面でいろんなご指導いただくことがありまして、うん、それにヘキヘキした部分がありましたね。あるあるだけどね。あるあるですかね。いや、あるあるよ。実は給食に入るパターンっていろいろあるけど、はい、実はね、職員室の雰囲気が良かったりすると、結構なんとかなんだよね。でもやっぱ職員室の中に敵がいると、非常に嫌だってね、はい。そうですね。あと、周りの先生らもかばってくれたりなんかすれば、別にいいんだけどね。はい、そう、その辺もいろいろあったんだろうね、という話ですけど。いろいろありましたね。ね、はい、本当に。はい。初任者に優しくしないと、教育崩壊しちゃうと。まあそういうことがあって。そうです、そうです。うんうん。で、実際行かなくなったのはいつだったの？休職しだしたのが8月の本当に最後だったんで、まあほぼ9月からですね。まあ夏休み明けるタイミングで無理だと思って。でなるほど。はい。じゃあ素晴らしいね。あんまそこで無理していっちゃうとさ、結局これ、うつ病になったりするじゃん。で、退職はいつだったのそれ。結局3ヶ月休職しての11月いっぱいで辞めたって感じ。早いね。お金もらいながら結構もうちょっとロングで休めるのよ。ああ、そうなんですか。なんか、上の人にはちょっと3ヶ月から先はちょっとまた話が変わってくるよみたいな。そうそう。話は変わってくるけど、もうちょっともらえたんだよ。あ、本当ですか？そうなんですか？ぜひ休みたい方はですね、調べた方がいいです。ただ、1年目だからちょっと、あれかも。1年目って確かさ、あれ本採用じゃないんだよね。1年目は確か仮採用みたいな話。はいはいはい。だから、もしかしたら規定があれかもしれないけど、もう教員のね、手厚さ半端ないんで、給食に関しては。そうなんですか？だから結構俺ね、休め休めって言ってて。あ、そうなんですか？だって程度があるんだからさ、もう休んでもいいじゃんと思う、はいはい。それでね、結構長いこと休んでて、もう8割ぐらい入ってきますとかね。いや、もうでも大丈夫。もうやめたんで。使わなかったそうですね。まあ、だから辞めるときには、ちゃんとその制度をね、フルに活用するっていうのは、俺は超おすすめだけど。まあでも3ヶ月で辞める。結局だって10月いっぱいか？何月やる？11月ですね。っていうことは、今じゃあ独立して、数ヶ月かな。まだ半年いくかいかないか。そうだね。というところで、2、3ヶ月前に確かあったんだね。そうです。はい。僕の初めて通ったその工学講座のね、PG スクールの方で同期だった。もう当時なんか19歳ぐらいだっけ ?18 か。18で、俺が40で学びに行ったんだけど、18歳の子がいて、その子の同級生として、うんうん、要は施術ドラゴン先生のするんだよって言ったら、え、ドラゴン先生っていうことになって、うん、そこで会いに来て、そのズーズーしたって素晴らしいじゃん。それ面白いなと思う。3ヶ月後にまたちょっと成立してもらうから、その時にちょっとじゃあ対談しようかっていうことで今があるわけですよね。はい、その時、11月の段階で何やってるんですか？まあ、SNS の運用代行とか投稿作成とかのお仕事をいただいているっていうようなお話でしたね。今もやってる運用代行？むしろ今が結構その波に乗ってきだしたかなぐらいの。いいじゃん、ちょっと待ってよ。売上的な話聞いていい？いい。あ、OK です、OK です。やめた時はもちろん0円だよね。はい。何月ぐらいから、例えば12月はいくらあった？12月はもうゼロです、ね。ゼロね。はい。まあ言う。1月は？ 1 月は、クラウドソーシングサービスとか使って、1万、2万ぐらいはあったかなっていうな。でも01がそこで、あ、そうですね。達成して、2月。2月もほぼ同じでした、ね。同じだ。はい。3月は？3月から、僕の SNS の運用の、あの話を他の方からいただくことがありまして、で、じゃちょっとうちの任せていいというような話で、10万とかをいただくようになり出したって感じ。急に10万じゃん。すごい。4月は？で、4月もその3月分の10万にプラスして、ちょっとご覧いただくとか、僕がやってるインスタのアカウントもあるんですけど、そちらの方の案件いただいたりだとか。で、まあ、4月は20ぐらい。えぐい！ちょっと待って、優秀！マジで？すごくない？すごいですかね。すごい。教師時代もらってた額と似たぐらいになってきたかな。やっぱ。20万はすごいよ。だって5ヶ月目でもう20万でしょ？ちょっとどうやってんのこれ。インスタの運用代行シンプルに。そうですね、運用代行。今何個やってましたよ。
自分のアカウントと、うん、あと運用代行のアカウント2個ですね。今3つ回してるわけ。はい、そうです。1人で。1人ですね。そのうち1個は運用代行の企業さんの業務委託っていう形で、うん、そこでアカウントを受け持ってるので、そこの企業さんなんかチームで回してるよ。じゃあ実質1人で回してるの2つやってるってこと？そういう感じですね。はい。まず自分のアカウントと何で受け付けてるの？ちょこっと背伸びした。おお、75投稿で1641。生活系だ。そうですね。いわゆるクラシアカーっていうものをやっておりまして。やばい。いいよ。リールも、まあ、数千回が基本で、バズると数万回、10万再生も超えるのあるね。ちょっと前にはちょっと60とか、20とか。出るわ。はい。ありまして。取るわ。あ、これ系のを、じゃあうちでもやってよっていうふうにして言われてる感じ。そうです。もうこのショート動画を結構評価されることが。いや、いいもんだって。ありがとうございます。それで、ちょっとこのぐらい作れるんだったらうちのも作ってよみたいな。ってなる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 。めちゃめちゃいいよ、これ。ありがとうございます。ショートオタクなんで。素晴らしいです。インスタらしいよね、これ。あ、本当ですか。TikTok は載せてる？ほぼ同じ動画を載せてるんですけど、うんうん、全然ですと。インスタらしいのよ。若い子とかもすごい見れるし。はい。メインは女子見てるのは。そうですね、女性が多いです。6対4くらいの男子で。バランスいいじゃん。そうですね。え、ここから案件取ったってのは、運用代行の案件を取ったってこと？案件自体は PR とかですね。もののそうです。ものの PR。めちゃすげえ。1000人ぐらいで案件の PR 来るんだ。ショート動画回ってったら来るんだね。多分そうだと思います。強いわ。センスあるな。めっちゃいい。ありがとうございます。いや、マジマジ。めっちゃセンスある。で、今後はどうしてどこで？そうですね。まずはやっぱりこう、今のやってる SNS の運用代行とかをもっと単価もそうですし、お仕事自体も増やしていきたいなと思ってますね。うん、これ一人でやってるとさ、結局回んなくなってくるけど、どうしていきますか？理想としては結構もう僕がディレクション側といいますか、うん、投稿を作ったりだとか、うん、あのフィード投稿とか作ったりとかは結構もう外注とか回しちゃったりして、うんうんうん、マーケティングのところをちょっと僕がメインで入っていけるようにしたら、ちょっと僕自身のリソースも結構まあ増えるのかなと思ったから、うん、まずはそれを目指しているみたいな感じですね。いや、いいじゃないですか。あるんじゃないですか、うちとの、あの業務提携は。なんかありますかね。うち、やっぱ、インスタ力入れていくというか、はいはい、現実的にやっぱ、インスタが一番取り組みやすいからね、なんで、そういうの。YouTube はハードル高すぎるから、ああ、やっぱそうですかね。伸びないから、インスタの伸ばせる。極端な例だけど、4ヶ月で10万人いった方がいるから、4ヶ月で。そう、すごいよ、やっぱ、ずっとハマると、来るからさ、はいはい、別に1万人超えたなんてザラにいるからさ。はいはい。そうなってくると、インスタグラムってまだまだいいんじゃねって思うし、その間にディレクションに行きながら、はい、やっぱしっかりマーケティングビジネス学んでおくと、まあどこにでも転用できるだなって感じがあるので、うん、そう、まあディレクションするんだったら案件抱えながら、あと学びながらやってみたらいいかなっていうところですかね。なんか今日聞いておきたいことありますか？その率直なドラゴン先生の、まあ僕のアカウントみたいなご意見と、うん、僕ならちょっともうちょっとこういう見せ方するな、うん、そういう、ね、はい、あの、アドバイスいただければ、めちゃ嬉しいですね。OK です、OK です。ずずしいですね。いやいやいや、全然いいです。リールの固定はしない？リールの固定はしないですね。リール固定してもいいかもね。なるほど。これは確かに固定しなかったやつね。これが一番回ったの。あ、そうです、そうです。はい。その辺、固定しといて、うん、昔はフィード投稿してたんですけど、伸ばすのはリールかなと思いまして、リールのみにしてますね、最近は。俺もこのクラッシュ系ってそんなに俺見てない。モデリングしてないんだけど、はい、フィードってあんまやらない。フィードはやってる方ももちろんいるんですけど、リールの獲得とかを目指そうと思うと、うん、まあ、フィードよりリールの方が断然いいよねっていうような。俺結構コーチング企業とかコーチング副業で持ってることが多くて、で別にクラシ系でもいいんだけど、リールはクラシ系をモデリングするわけで、そこでファン化していくときにフィードを俺使うようにしていて、でもリールはさ、なんだかんだ言ってこうじゃん、こうなんだけど、わざわざこのリールからさ、このプロフィールに飛んでくれたりする人、フィードもやってんだなってなって、うん、フィードを見た時に、またリールとはちょっと趣が違うフィードがあったりすると、はい、フォローに繋がりやすいなって思ってて、はい、フォロワーさんも1日平均どれぐらい増えてる？多い時は10人ずつぐらい増えてて、少なくても1人2人。そうですね、はい、うん。結構プロフィールまで飛んでくれてる人はどれぐらい、何人ぐらいいるのかな、実際のところ把握しきれてない部分がありますね。うんうんうん。で楽天ルームに飛んでもらって、アフィリエイトやってる感じだ、これ。あ、そうですね。アフィリエイト本当にもう、おまけ程度に。よくあるやつよね。楽天ルームで買ったらちょっと入ってくる。あ、そうです、そうです。はい。急
基本的にはいいかなと思うんだけど、もうちょっと増やせる気がするな。俺だとやっぱそこのコーチングに持ってくるから LINE に持ってきちゃう。で、LINE に持ってくるためにプレゼントを用意したり、はい、そういう形なんだけど、アフィリエイトでやっていくなら全然悪くないかな。だから攻め方が違うけど、これは別にこう続けていけばいいなっていうのは、の要は最終着地コーチングとかそういう、対人サポート系に持ってくるんだったら、まずフィードのところにはフィードしか置かないようにするだろう。リールはどうせ残ってるから、フィードでちょっと差別化していく。一般的なそのリールじゃない、フィードでじゃあ何を伝えるかは結構その、本当にコーチングで売りたい悩みを解決するようなものを持ってたりするのね。暮らしと全く外れてるとそれはそれで腹みたいな。この暮らしの中から実はこれを投稿してる本当の理由に迫るようなフィードを載せたりして、ファン化していくっていう感じだね、自分たち。はい、はい。で、LINE に来てねっていう感じで持ってるから、これがまあ楽天ルームに持ってくる。よくあるやつだったら別にこのまんまでもいいですけど、はい、もう一伸びするには、広告打つかな。あ、広告打ちますか。うん、伸ばしたいならね。打ったことあるこれ。いや、ないです。リールも広告出るからさ、いくらから打ったかな、一日。でも数百円から打てたんですよ。試してみるとか。だって、500円だったら、月1万5千円。月1万5千円、しんどくないのかな。うん。はい。一回ちょっと打ってみるとか。はい。で最近広告もさ、AB テストをやってていいなと思って、例えばさ、3日間同じリールに広告打つね。はい。次、3日間同じリールにまた B のやつにかけるのよ。はい。そうするとさ、明らかにその押し出しが、その初めの3日間は A が押されるわけだ。はいはい。で、次の3日間 B を押されるんだけど、そこでさ、反応の違い出てくるんだよ。はいはい。3日間でフォロワーがめっちゃ増えたとするんだったら、仮説だけど、A がすごくフォロワーにつながりやすいってわかるじゃん。はいはい。フォロワーを増やしたいんだったらそういう見方。はい。フォロワー増やすんだったらシンプルにインプレッションを増やして、インプレッションを増やすんだったら広告打てばいいんだけど、広告も初めからドーンってでかい金額になって、少ない金額から毎日こうで3日間ぐらいずつやっていくんだ。そうすると A、B、で C って打ってってやっていくと、A と B と C の中では A がやっぱり一番この期間がフォロー、多いんだったら、これ結構フォローに繋がりやすい理由だっていう言い方もできるじゃん。はいはい。そんな風にして、オーガニックでみんなやりたがるんだけど、はい、マーケッターはね、もうオーガニックじゃないよ。もういかにその積極的に広告を打って、AB テストをして、まあ、A も B も C もあんま変わらないんだったら、思考の違う D を作ってみてとか、うん、だからそういう形でいくとか、どれも結構反応いいんだったら、もうフォロワーをお金で買うじゃないけど、買うじゃないじゃん。はいはい。インプレッション増やしてけばいいだけだからさ、この60万再生あるやつに、ちょっと広告打ってみて、押したらさらに回ったりするかもしれないし、だからそうやって AB テストをするっていう発想が、すごいいる。この発想って、チームでやって伸ばしたいっていうアカウントとかあるじゃん。うん、あっちでも同じように予算組んでやっていける発想なのね。こういうマーケティング脳っていうのを身につけていくと、成果も出やすいじゃん。はい。広告打つのがいいんじゃない？わかりました。広告打ちます。広告すぐできるからね、これ。メタ広告とかめっちゃ難しいけど、インスタの中の広告は、すごく簡単だから、AI がね、自動でやってくれたりするので、とりあえずは、すぐに効果が出やすいのはこれかなと思って、どうですか？やります。あとは、なんか聞いておきたいことありますか？キャリアの話になってくるんですけども、教師を辞めて、で、今、こう、フリーランスとして、お仕事いただいているというような状況であるんですけど、将来、が不安っちゃ不安の部分もやっぱりあるんですよね。うんうん、はい。ですので、ドラゴン先生が辞めた時に、こう、うん、実際なんてアドバイスするのかなとか、ありますかね。そうだね。あ、でも、今、01の段階じゃないでしょ？ 1-10 は言ってるわけなんで、はい、そのうまくいった方法を、さらに数をこなせっていうのがまず大事。あ、数ですか。大体多くの人はもう01から抜け出してないから、ただ今の子まさに自分の運用をしました。はい、そこで、多分人と会ったのかな？あ、そうですね。人とも会いました。はい。で、人と会って、こういうことをやってるんですって言って、案件もあったんだから、それを増やすだけだ、はい。で、増やしていくと何が起きるかというと、回らなくなった、自分で。はい。で、回らなくなった時に、そこで誰かにお願いする。多分うちも、運用代行者いるし、そうしたらこれ、ウィンウィンになるじゃん。多くの人は自分一人でやろうとするわけ。ビジネスは、他力の世界。他力ですか。自力はやるんだよ、もちろん。でも、自力の限界までやったら、もう、お願いしますって。うちもだからインスタ運用代行者いるし、それで振ってもらってやっていけばいいだけだから、大体の人は案件取れないんだからみたいな。うん。でも、任せたいって言ってもらえるっていう、それは才能なのよ。
そこに気づいないかな。だから、アンケート取ってきてくれれば、むしろ、うちは喜んで作業者はいっぱいいるので。これはインスタグラム専門じゃないけど、SNS マーケッターなので、はい、そういうノウハウはいくらでもあるからさ。伸ばしてくれればいいじゃん。伸ばして、つって。伸ばしました。そしたら、どんどんどん売り上げが上がってるでしょ、はい、で、今は売り上げが、例えば、仮に100万円いったとしても、全部自分だけでやったら100万円だわ。だけど、人にお願いして、多分200万にして、80万払って120万にするっていうことだっていいじゃんか。うん、俺はそれの方が豊かだと思ってる。自分一人で100万円じゃなくて、200万にして、経費80万使っても120万ある方が、ウィンウィンじゃん。こういう考え方になるべく早くなってた方がいいんじゃないかな。不安があるんだったら誰かと一緒にやる。だけど、おんぶに抱っこじゃない。自分もちゃんと稼ぐ。自分で稼ぐフェーズ行って、回りきれないからお願いしますが一番最高。はい。あの人すげえ案件取れるもんで、じゃあ、っていう風になると、ウィンウィンの業務委託になって、さらにそこから売り上げ上がりました。じゃあ100万月行きました。1年以内で月100万って行った方法を教えますって言って、コンサルやったり、スクールやったりすればよい。と、結局成果出しちゃえば、何とでもなる。あとは、ちゃんとそのお金のことを勉強しないと、経費使いすぎた。とか、はい、例えばセミナー買いすぎたとかも俺はそうだったけど、そう大丈夫なの？仕事用とプライベート用のカード分けてる？全然分けてない。それすると確定申告が大変なわけじゃん。ああ、なるほど。口座もちゃんとビジネス用の口座とそれ分けてますか？分けてないです。実際みんなやってんだよ、それ。確定申告の時って混ざってたら大変じゃん。で、めんどくさがってみんなさ、確定申告全部経費だってやっちゃうと、それもビジネスマンとしてもアウト。国税局もそんな見に来ないけど、そうじゃないとね、ちゃんとそこを分けれるように、組み的にね。はい。だけど大丈夫。もううまくいった方法を凝らして、はい、人に振ればいいだけ。わかりました。シンプルだよ。うん。そのアンケート取れないんだから。え、月20ってなってるから、この中。あはは、出ますかね。そうそうそう。だから、まあ、若さが武器になったのね、完全に。ああ。はい。みんなプライド高いからさ、頭下げられない。教員とか。教員経験少ないし、若いから、そうや、ね。うん。はい、何でもやります、みたいな。で、若いんでやっぱ SNS 見てるから、うん、うまくやってるやつをそのまま転用することが上手なのよ。別にそのこだわりないし、伸びてるやつを伸ばせばいい。で、そこからこだわりを作っていくっていう、その姿勢もできてるから、うん、もううまくいく典型的なパターンなんで、不安感じたら動け。以上です。わかりました。動きます。こんな感じですか。はい、ありがとうございます。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ただいま、ドラゴン先生の LINE に友達になってもらうと、これらの特典が受け取れます。ぜひぜひ、お気軽に友達になってください。